山崎くんはなんか自然とやっちゃうんですか、そういうの。そうですね、手があったかいんですよ、うん、あ、自分の、はい、人より。かっこイケメンですねこれはね。遠藤、はい、休養中にご飯に行った時、うん、周りのことは考えないで光のタイミングで帰っておいで、待ってるから呼び方と言ってくれた。かっこいい、かっこいい、これ嬉しかった。グループのことよりも、うん、私自身のことを何だろう、優先してくれたというか、待ってるよって言ってくれたので、あら、かっこいい、キュンとしましたね。キュンとしてます遠藤、はい